皆さんこんにちは、美山です。本日は4月の買ってよかったものをご紹介したいと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細載せておくので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで早速1つ目のアイテムのご紹介なんですが、それがですね、じゃじゃーん、こちらエレコムのクリップ型の電源タップになります。3個口タイプの電源タップですね。で、これこんな感じで見ていただいた通り、こういう風にクリップタイプになっていて、こうやって好きなところに挟んで使うことができるんですよ。なのでデスクはもちろんなんですけど、ちょっとした細めの支柱とかにもこうパチッと挟んで使うことができるので、結構便利に使える電源タップなんじゃないかなと思います。で、実際これ使っててやっぱり便利だなって思ったのが、デスク上とかでちょっとしたいつも使わないガジェットアイテムとかを使うときに、電源タップがこうデスクのすぐ近くに欲しい時があるんですよね。そういう時にデスクにこうやって挟んで使うことができますし、しかもこれ挟んでしっかり固定されていて動かないので、このコード自体の重みでこの電源タップの部分がこうズルズルズルっと下がっていくことがないんですよ。きっちり固定されていて、このあたり本当にストレスがたまらなくて結構気に入って最近よく使ってるアイテムになります。で、こういった結構こう珍しい形のアイテムって細かいところが割と雑に作ってある場合が多いんですけど、これはですね、細かいところにも気が利いているアイテムになっていて、例えばここハサミ口のところ開いたこの上下の部分とか、ちゃんと滑り止めのシリコンマットが貼ってであったりとか、あとはですね、クリップのこっち側、奥側の方にこういう風に穴が開いてるんですよ。で、この穴のおかげで使ってない時はこういう S 字フックに引っ掛けて、よいしょ、こんな感じで割とすっきり収納しておくこととかもできるんですよね。私ガジェット系は結構ぶら下げて収納するのが好きなので、ここの S 字フックが使える穴っていうのもめちゃくちゃお気に入りポイントだったりします。あとはこの差し込みプラグも結構細かい工夫がされていて、例えばこれ電源プラグの向きがこの端っこと中側でちょっと違うと思うんですけど、この向きになっていることで結構大きめの充電器だったりとか、あとはこういう隣に干渉しやすい AC アダプターとかが、よいしょ、こんな感じでしっかり3つともフルにつけれるようになってるんですよ。こういう電源プラグの向き1つとっても本当に細かい工夫がされていて、無駄なく使うことができるようになってるので、この辺とかも本当に気に入ってますね。まあ、あとここのプラグ部分についても本当に細かい気が利いていて、プラグの根元の部分にちょっと絶縁体のスリーブがついてるんですよ。これのおかげでホコリが溜まっても結構発火しにくいみたいなところもありますし、あとは配線整理がしやすいようにこんな感じで180度好きな角度にスイングできるようなスイングプラグになってます。あと一応雷ガードとかもついてるみたいなので、まあ割と基本的な電源タップの機能っていうのはしっかりついてくれてるアイテムなのかなと思います。なんかこういうアイデア商品でここまで細かい機能を聞いた機能がついてるものって今まであんまりなかった気がしますし、なんかこう挟んで使える電源プラグとかってもうそもそもそのアイデア自体もありそうでなかったものだったので、まあ、結構買って実際に使ってみて、うわ便利って思って割とここ最近で感動したアイテムの一つでもありますね。ただちょっと注意点もいくつかありまして、ここの挟み込みの部分なんですけど割と広めに空きはするんですが、一応 3.5 センチまでの対応になってます。なので使う場所とかがもうそもそも決まってる場合とかはしっかり測って使っていただいた方がいいかなと思いますね。で、あとですね、もう一つこれ挟む力が思ったより弱いんですよ。こういう風に手に挟んでもそんなに気にならないぐらいの挟む力なので、一応ここの内側にシリコンマットはついていて滑り止め機能がしっかり働くので、まあ、普通のこういう一般的な平行なデスクとかだったら全く問題なく使えるんですが、まあ、すごく高いところになんか不安定な角度でつける時とか、まあ、あと重たい AC アダプターを全部ここの3つのプラグにしっかりつけるみたいな時とかは、もしかしたらこれごとこうざっと落ちてきてしまう可能性とかもあるので、ちょっとそのあたりは注意して使っていただけたらなと思います。はい、続いては文房具系のアイテムのご紹介なんですが、それがですね、じゃじゃーん、こちらコクヨのペンケースになります。最近ちょっとペンケース開拓しようかなと思っていくつか買い始めてるんですけど、もう早速一発目にして結構いい感じのペンケースを見つけたので、ちょっと今回ご紹介しようかなと思います。で、これがすごいスマートな薄っぺらい形になっていて、手帳とかとセットで持ち運びしやすい結構便利なペンケースになってます。で、なんで手帳と相性がいいのかっていうと、まあ、この平べったい形ももちろんなんですが、これ裏側にこういったちょっとしたバンドがくっついてまして、ここのバンドをよく使う手帳のここですね、端っことかに
通してあげて、こんな感じでセットでこう組み合わせて持ち歩きしやすい仕様になっているんですよ。でしかもここのバンドの部分、裏側がちょっとゴムっぽい素材がついているので結構滑り止め効果があるんですよ。こうやって引っ掛けておくだけなんですけど、バックパックの中とかに入れてても割と高確率でこう組み合わせのままバッグの中に入っててくれることが多いので、大急ぎでメモ取りたい時とかも手帳をこうバッと引き出したらちゃんとこのペンケースも一緒についてきてくれるっていう点が結構お気に入りだったりしますね。でさらにこのペンケース開くと本当に便利でして、ここのスナップボタン2つをパチッと開けることで中身取り出すことができるんですが、わかりますかね、これもうめちゃくちゃガバッと開いてくれるんですよ。でこんな感じでデスクに置けば割とペントレイみたいな感じで使えるので、本当に中のペンとかがめちゃくちゃ取り出しやすいんですよね。で私はいつも 4,5 本持ち歩いてるような感じなんですが、まあ、最大で8本ぐらいは収納できるような容量になってます。でここの上の部分にメッシュポケットもついてるので、まあ、付箋だったりとか、まあ、あとはこういう消しゴムだったりとか、ちょっとした文房具小物を別途入れておくこととかもできるので、まあ、このあたりも結構工夫が効いていて使いやすいなっていうのがあって、最近外にペンを持ち歩くときはこのペンケースにお気に入りのペンを入れて持ち歩くっていうことが多かったりしますね。まあ、本当にこれ持ち歩きにも実際使うのにも非常に便利な筆箱ではあるんですが、デメリットを挙げるとすればやっぱりこれペンケース開くときにここバカッと開けなきゃいけない感じなので、スペースがない場所とかでもうそっと一本だけペンを取り見たいみたいな時とかは逆にちょっとあの中こうボロボロボロっと出てきそうになったりとかしてこうわちゃわちゃする瞬間とかもあるので、まあそういった時とかはちょっと不便に感じるかもしれないなっていうのはありますね。ただですね、ここのフロント部分にちょっと深めのポケットがついてるんですよ。なのでよく使うペンとかはここのポケットにこういう風に差し込んでおけば、ここわざわざこうバカッと開かなくてもこのペンだけこうスッと取り出して、まあ、すぐ書き始めることとかもできるので、案外融通が利くペンケースなんじゃないかなと思います。でこのペンケースなんですけど、ここの底の部分、裏側の部分がちょっと折れにくい素材になってます。なのでこれペンケースとして使っていただくのはもちろんなんですけど、例えば推しの公演に行った時のこういう帰りのチケットとかをこう入れておくと折れずにチケット持ち帰ることとかができたりするので、あんまり折れて欲しくないものとか傷ついて欲しくないものとかを、まあ、入れるちょっとした小物ケースとして使っていただくのもいいのかなと思いますね。結構バッグが小さい時とかはこんな感じで SSD と SD カードとかをこの中に入れてコンパクトに持ち歩くガジェットポーチとして使うこととかもできたりするので、まあ、結構いろんな用途で使えるケースなんじゃないかなと思います。はい、続いても文房具系のアイテムのご紹介なんですが、それがですね、じゃじゃーん、こちら、ここのノートの真ん中に通している手帳バンド、ブックバンドになります。このバンドがですね、結構気が利く便利なバンドになってまして、こういう風にペンだったりとか、あとは付箋だったりとかをここのノートの真ん中にこうぐるっと巻いて固定しておける便利な調整バンドになってます。でこれノートにこういう風にピタッと巻くのももちろんおすすめなんですが、ちょっと大きめ分厚めの手帳とかにもぐるっと巻いておくことができますし、こういう手帳系のリフィルってこうペン入れられるところが1個しかついてなかったりするんですよね。で多分マーカーとか何種類か持ち歩きたいみたいな方もいらっしゃると思うので、その場合はこの手帳バンド一緒に持ち歩いてあげると結構便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。でバンドなんですが、ここ裏側は基本的にゴム素材なんですけど、ここのペンを挟む部分の表側のところだけ合皮が使われてます。なので、まあ、ちょっとした高級感があるようにも見えたりとかして、こうデザインにメリハリがあってすごいかっこいいんですよね。でしかもですね、ブラックの場合はここの左右のビスがシルバーになってるので、まあ、私の大好きなブラック&シルバーの組み合わせっていうところで、その点でも結構気に入ってるアイテムになってます。でこの裏側のここの部分ですね、これ調整バンドになっていて、まあ、外す時とかもこんな感じで調整バンドを緩めてあげればこうスッと簡単に外すことができるんですよ。でしかもこのノートだけではなくて、本とかと一緒に持ち歩きたいよっていう場合とかも、まあ、調整バンドがついていれば、これ本とノートを重ねてこのバンドを巻くのもめちゃくちゃ簡単ですし、あとはずれないように
ここの調整部分をこうキュッと調整してあげればいいだけなので、こんな感じで調整バンドのおかげで本の冊数とか、あとはノートの冊数に合わせてちゃんとここのバンドをぴったりサイズに調整できるようになってます。まあ、ただですね、ちょっとご注意いただきたいのが、このバンド調整はできるんですけど、一応 A4、B5、A5 サイズ対応のものになってます。なので残念ながら、まあ、こういった文庫サイズのノートと文庫本を一緒に持ち歩きたいみたいな方は、これ2、3冊重ねてもちょっとサイズ感的に合わないんですよ。バンドがブカブカな状態になっちゃって、これ2つともうまく止められない感じなので、結構こういう文庫サイズの小さめノートを持ち歩きたいんだっていう方にはちょっと使うのは難しいんじゃないかなと思います。はい、続いてご紹介したいアイテムがこちらです。じゃじゃーん、オーディオテクニカの開放型ヘッドホン ATH-HL7BT ですね。このヘッドホンについては前回の Vlog でちょっとレビューしたので、今回の動画ではさらっとご紹介しようかなと思います。で、このヘッドホン結構使い勝手が良くて、 Bluetooth 接続で無線タイプでも使えますし、こちら付属のケーブルを使って有線タイプとしても使えるような開放型のヘッドホンになってます。で、これそもそも瀬戸康史さんがご紹介していたヘッドホンだったんですが、ずっと探していたヘッドホンの条件に結構マッチしている部分が多かったので、思わず衝動買いしてしまったものになりますね。あとはやっぱり推しが使っているかもしれないという思いで買ったっていうのも結構大きいです。で、このヘッドホン特に何がいいかというと、とにかくつけ心地が軽いところですね。重さも 220g でかなり軽めではあるんですが、これ耳にこうかぶせた時の側圧、こう横からギュッと押し当てるような、ここの横からの圧っていうのが本当にふわっと軽くて優しい感じなんですよ。私割と日常生活ではメガネかけていたりするんですけど、メガネをした状態でもこのヘッドホンであれば全然違和感なくつけることができますね。最近だと動画編集で5時間とかつけっぱなしにしてることもあるんですけど、全然気にならないです。で、音質に関してはモニターヘッドホンとかに近いような、フラットでクリアな感じの音が綺麗になるような感じのヘッドホンですね。で、一応ハイレゾ相当の高音質が聞ける LDAC コーデックに対応していたりとか、あと有線の接続であればハイレゾ音源にも対応しているようなヘッドホンになりますね。で、Vlogのレビューの方ではハイレゾ音源で、まあ、有線と無線両方とも聞いてみるっていうことをしてみたんですけど、本当にですね、有線と無線の音質の差っていうのが全然ないんですよ。高音質なコーデックの音源を聞いた場合とかは、本当に有線でも無線でも綺麗に音が聞けたので、その点でも、まあ、割とお気に入りだったりしますね。ただですね、音の鳴り方自体は、まあ、非常に高音質の部類には入るかなとは思うんですが、どの音域も本当にフラットに聞こえるような感じなんですよ。あと、そもそもこれ開放型のヘッドホンなので、外の雑音とかもガンガン聞こえてきます。なので音楽にがっつり没入して楽しみたいよとか、あと映画とかにがっつり没入して楽しみたいよっていう方は、また別のこう密閉型のヘッドホンを探していただいた方がよりいいかなと思いますね。まあ、あとはやっぱりこれ開放型なので音漏れが結構するんですよ。割とちょっと笑っちゃうぐらい音漏れするので、まあ、やっぱり外で使うものではなくて家の中で音楽を楽しむもの、まあ、あとは動画編集とかの作業を楽しむためのヘッドホンなんじゃないかなと思います。なので購入検討される方はその点にしっかり注意して、まあ、購入検討していただけたらいいんじゃないかなと思います。で、このヘッドホンの関連アイテムとして一緒に買ったものがあるんですけど、それが結構良くてですね、こちらです。こんな感じで使えるヘッドホンハンガーになります。このヘッドホンハンガー、ここの上の部分がバネ式のクランプになってるので、こんな感じで腕の力、指の力でこうグッとバネの部分を開いてあげて、で、こういうデスクとかにパチッと止めてあげて使えるようなハンガーになってます。で、このハンガー見ていただいた通りめちゃくちゃシンプルな見た目なんですよ。ロゴとかもないですし、金属部分とかも全然見えないので、デスク周りにあっても本当にごちゃついた印象にならないんですよね。まあ、なのでその点でも非常に気に入ってます。で、あとはですね、これ実はダブルフックになっていて、こんな感じでよいしょずらしてヘッドホンが2つかけられるような仕様になってるんですよ。今回このオーディオテクニカのヘッドホンを買ったことによって、ヘッドホン沼にこれは入ってしまいそうだなと思ったので、もう最初から複数のヘッドホンが引っ掛けられるようなハンガーを買っておこうということで、こちら買った感じになりますね。で、このハンガー部分なんですが、下の部分も上の部分も、まあ、どちらも360度、まあ、どの角度でも使うことができるような感じになってます。結構かゆいところに手が届くような工夫がされてるアイテムだなと思ったので、この点とかも本当に気に入ってますね。
で、あとここの端っこにですね、プラグを挟んで置いておける、まあ、ちょっとしたちっちゃいフックがついてまして、このフックにですね、よいしょ、こんな感じでプラグとかを引っ掛けておくこともできるので、ヘッドホンとあとイヤホンも合わせてこのフックに丸ごと収納することができたりするので、その点でも結構気に入ってますね。細かいところにも気が利くような機能とかもついてるので、本当に火の打ちどころないかなっていうような感じではあるんですが、まあ、あえてデメリットを挙げるとすれば、まあ、これ結構軽めの樹脂素材でできているので、見た目がちょっとだけ安っぽいんですよね。なのでそれが、まあ、ちょっとデメリットといえばデメリットかなっていうような感じですかね。デスクの割と目立つところとかにヘッドホン引っ掛けておきたいみたいな方とかは、もうちょっと高級感があるタイプのものを買った方がいいのかもしれないので、ちょっとそのあたりは動画とかでこうしっかり見ていただいてご判断いただければなと思います。はい、続いて最後の買ってよかったアイテムなんですが、最後はいつも漫画をご紹介していて、今回はこちらですね。じゃじゃーん、絶賛アニメ放映中、4月に最新刊の23巻が発売されたダンスダンスダンスールになります。この作品本当に好きな漫画の一つなんですけど、バレエに魅了された中学2年生の主人公村尾純平くんが美しくも過酷なバレエの世界へと挑んでいく、めちゃくちゃ熱い青春スポーツ漫画になってます。で、そもそもバレエ漫画っていうと山岸涼子先生の舞姫テレプシコーラみたいな女性が主人公のものがほとんどだったんですよね。まあ、ただこのダンスダンスダンスールは珍しく男の子が主人公なんですよ。しかもこの主人公の純平くんがもう中学2年生の思春期真っ只中状態なんですよ。まあ、そんな彼がですね、バレエへの強烈な思いをこじらせながら、まあ、目の前の青春にこう振り回されていく様を描いた作品なんですけど、今までのバレエ漫画とは本当に一味違う作品になってます。まず主人公が男の子っていう点はもちろんそうなんですけど、主人公の性格が結構魅力的、面白いんですよね。一般的な少年誌の主人公ともまた違った性格で、かなり情熱的な性格に描かれてはいるんですけど、なんかこう妙にリアルな中学生感っていうのもしっかり出されているんですよ。例えばなんですけど、人生の非常に重要な選択を迫られた時に、この純平くんはですね、結構軽率な判断をしてしまったりするんですよ。もう読んでて、そっちみたいな判断を結構することが多くて、まあそうするとそのちょっと予測がつかない、でもすごい中学生らしいこうリアルな軽率さを持った主人公のこの行動だったりとか選択によってストーリーにめちゃくちゃ緩急がつくので、それが逆にすごい面白いんですよ。もう読んでてどうなっていくのみたいな、こっちのストーリーに行くと思ったのにそっちの方に行くんだみたいなことがあって、まあ、すごく心地いい感じの予想外の展開っていうのが割とずっと続いていくので、まあ、その点でも本当にもう読む手が止まらないような面白い漫画になってます。で、主人公の純平くんが物語の冒頭で小さい頃に、まあ、とあるですね、海外のバレエダンサーに出会うんですよね。で、彼が実際に踊っているところを見て、もうバレエというものに、まあ、強烈に魅了される描写があるんですけど、前回の3月の買ってよかった動画でも、まあ、フィギュアスケートに魅了された主人公を描いたメダリストっていうのをご紹介したんですけど、結構それと、まあ、似たようなものですね。このダンスダンスダンスールも、まあ、人生で、まあ、これ以上夢中になれるものはないっていうものに、まあ、出会ってしまった、まあ、人々の物語になってます。まあ、なのでそういった熱い漫画が好きな方っていうのはこの作品本当に気に入っていただけるんじゃないかなと思いますね。で、この漫画の作者のジョージ朝倉先生なんですが、私めちゃくちゃ好きでして、もう本当に超初期の頃から追いかけてるんですよ。それこそ恋文日和とかハートを打ちのめせとか、まあ、それぐらいの作品が出た頃から追いかけてる本当に大好きな漫画家さんでして、代表作でいうと菅田将暉さんと小松菜奈さんが主演で実写映画化もされた溺れるナイフになるのかなと思うんですが、本当にこのジョージ朝倉先生はキラキラってしてるのに、まあ、痛々しくて、まあ、ちょっとリアルで生々しくて、こうお互い傷だらけでこう心の内をこうわってこう晒し合うような中高生の青春漫画っていうのが本当に上手い漫画家さんなんですよ。もうこういった感じの青春漫画を描かせたらもう右に出る者はいないっていうぐらいの本当に素敵な漫画家さんでして、このダンスダンスダンスールという作品でもそのジョージ朝倉先生の才能が本当に遺憾なく発揮されているんですよ。もうバレエ漫画としてのバランスを保ちながら、まあ、キラキラしてるのにこう痛々しい感じの青春模様っていうのをしっかりこうストーリーの中に入れ込んでいて、まあ、本当に読み応えのある作品になってます。
ただ痛々しいって言ってもそんなに読んでてストレスになる感じではなくてですね、ジョージ朝倉先生の作品って他のものでもそうなんですけど、こう青春の痛々しさの根底に、絶対的に情熱、あと衝動っていうのがもう仕込まれているんですよ。なのでなんかこう不思議な温かみのある痛々しさなんですよね。なんか読んでるこっち側も高揚してしまうような、読み進めたくなるような痛々しさなんです。でそんなジョージ朝倉先生の描くこう青春とバレエっていう題材がもう本当に恐ろしいほど相性が良くて、主人公はもちろんなんですけど、登場人物の爆発しそうなこうバレエの思いとか、あと青春の痛みみたいなのがもう読んでてもうびっくりするぐらいこうグワって伝わってくるし、しかもそういう強い思いがこうキャラクターの中で置き去りにならずに、ちゃんとストーリーにしっかり組み込まれてこう流れていくんですよ。なのでもう本当に漫画を読む手が止まらないような作品になってます。でこの作品がですね、漫画がもう23巻まで出ちゃってるので、今から追いかけるのはちょっと難しいと思う方もいらっしゃるかなと思って、今まで紹介してこなかったんですよ。ただですね、今ならアニメ放送中なのでアニメで追うこともできますし、ちょっとでも気になった方は本当にアニメでも漫画でもいいので、ぜひですねダンスダンスダンスール楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ちなみにですね、アニメの方も本当にクオリティ高いです。もう恐ろしいほどにクオリティ高くて、制作会社がドロヘドロとか呪術廻戦とか、あと進撃の巨人とかを作ったマッパという制作会社が作っているので、もうバレエダンスのシーンとかも本当にすっごい動くんですよ。で演出もジョージ朝倉先生らしいこうキラキラっと弾けるような青春っぽさっていうのもしっかり出しているので、どうせだったらですね、漫画アニメ両方楽しんでいただけると本当にファンとしては嬉しいなと思います。はい、ということで今回は4月に買ってよかったものをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういった買ってよかったものとか、あと身の回りのものとか、いろいろ発信していけたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ということで、いつも長々と最後まで動画ご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。美山でした。バイバーイ。